どこで出会うんですかドリーマーズ坂本と。<laughs> ドリーマーズ坂本ってどこであったんだろうな多分、魔石人力対抗戦とかがよくあったんだけど、はい、昔。そこであってはいると思うはい,、はい。ただ、俺が入ったのは、えっ、ー、と、佐野さんが多分人力に入るより全然後だから、はい、俺が魔石に入るのっ、はい、俺はもっと下っ端な感じなの、魔石の中で。 だから、はい、ドリーマーズと、えー、モグライダーとか、エル・カブキとか、その辺が戦う。そうです、ね、ドリーマーズさんは。うん。でかいのとかも出てましょうね。だから、なんかランクがちょっと違ったのね。俺の方が、本当は先輩なんだけど、はい、後輩っぽい感じだったから、はい、別に話したりはしてないし、別に。絡むとしたらやっぱモグライダー、エル・カブキとかと絡んでるはずだから、はいはい、そこではちゃんと絡んでないんだよね。だから、ドリーマーズを、もう本当解散するかくらいの時なんじゃないかな、ちゃんと喋り出してるのは。 企画とかでもほとんど絡みなかったと思うよ。う解散してからの方が多分喋ってる。お互いにどういう認識だったんですか<う>面白い人だなとかの方なのか、うん、なんか仲良くなってて<さ>お試しでじゃあ一回やってみようかみたいな感じなのか、ど,どっちもやることないあ俺は知らなかったんだけど、はい、組んだ後に、はい えっと、今、駆け抜けて軽トラの、えっと、小野島ってやつと、俺仲いいんだけど、そいつと飲んだ時に、いや、えーさ、坂本さんと組んだんだね、みたいなのって言われて、はい、うん、つったら、いや、言ってたもんな、っていうわけ。え、俺なんか言ってた、坂本さんについて,っつって、つ昔、あの、今、ライブで出てる芸人で一番面白い人あの人って言ってたよ、つって。俺、それ、記憶ないの。はいはい でも昔からでも多分俺は面白いと思ってたっぽくて。まあ別に今も面白いと思ってた。え、何それ素敵なんすけどなんか <laughs>。ごめんね。<laughs> <laughs> らしくて。ポロっと言ってたのを。そう。俺がびっくりしたんだもん、ね。小島さんが覚えてたってことですよね。そう。小野,野島が覚えてて。うん、で、俺はまあなんか面白いと思ってたっぽいのまあ、坂本さんはどう思ってるか未だに知らないけど。いや、思ってるって面白いって <laughs>。で、多分なんかライブの、はい 始まる前とかに場当たりがあるじゃない場当たりするときに、なんか気づいたら隣に座ってるようなやいやもう素敵な言い方。なんか気づいたら隣に座ってて、<laughs> だいぶの場当たりのときにねあの、芸人さんが早めに集まって、進行、うん、さんとかが、うん、今日の出番順発表しますとか、うん、説明しますとか言ってるときに、うん、芸人、なんかコンビは隣同士は座らないから、うん、隣誰いるんだろうなと思ったら、うん あれが坂本さんなんか多かったんだよね。で、これ多分どこでも喋ってないと思うけど、えっと、俺らのディベートのネタ。あれ、わかりますよ。M1 でやって。そうそう、ディベートっていうネタがあって、ディベート俺と勝負して勝ったら、ラングド車あげますよって。やったーっていうくだりあんだけど、あれ、ラングド車って、 えっと、俺がその、何、バータリーの時に、隣に座ってる時に、坂本、はい、さんがラングド車食ってて、はい、これが世界で一番うまいお菓子だっていう話で盛り上がったことが一回あった。はい、だから、なんかお互いの共通認識で、こう、ラングド車が高価なものみたいなのがちょっと一回あん <laughs> それでなんとなく入れてんだけど、あれ。嬉しいこれ消えたの <laughs> そう。嬉しい多分でもそれがちゃんと喋ったの。 最初かもな。え、ラングドシャなの超うまいっすよね。<laughs> っつって。あの、プチシリーズのやつ食ってたの、坂本さんが。プチシリーズのラングドシャを。<laughs> なんであんなもん食ってんのが、今考えたら意味わかんねえけど、<laughs> バータリの時に。俺がこんなん言うのマジで絶対違いますけど、うん、今年決勝行ったら絶対2本目でそれやってください、ね。うん、<laughs> ディベート。じゃあれ別に、ディベ、ディベートだから、メイン。ラングドシャっていうネタじゃないから。分わかってますけど。<laughs> これメインだったらラングド社やってくださいねって別に思わないです。<laughs> アナザーストーリーで言えるやつじゃないですか。<laughs> ラングド社がーって。うん、うわー。あそうだった。そうなんだ。<laughs> うん、めっちゃいい話ですね、それ。うんそれ。坂本さんそれ気づいてるんですか気づいてるとは思うよ。あのラングド社が。ああ、まあまあまあ。みう,うん。なんか、だって、俺らの、 これ知ってる人どれくらいいるか分かんないけど、はい、えっと、坂本さんの特技で何でも一番をすぐ言うっていう特技あるんだ、ねはいはい。坂本ナンバーワンですけどね、うん。で、あの、えっ、ー、といい、一番、えー、楽しい場所はどこですかって俺が聞いてなんか大声で返すっていうのがあるんだけど。はい 多分それの一番最初が多分ラングド社をやってるんじゃないかな。多分。<laughs> 一番美味しいお菓子って何でしたっけラングド社だろっていうのを、うん、多分その経験があるからそれを多分一回やってみたいなとこで広げてたんじゃないかな。俺も記憶定かじゃないけど。いやー、これちょっと定かじゃないぐらいがいいかもしれないです。<laughs> あ、そう。これは多分その、見てる人は、その僕と同じもホクホク感だと思います。うん あむっちゃ嬉しい。なんか、聞けたと。PC <laughs> クラクションで組んでどれぐらいいますえっと、うん ?4 年半くらいになるのかなもうちょっとで。<ー>うん、じゃあ、賞レースの戦績とか、えぐいっすね。えぐくないだろうだって。おい,いや !4 年でだって、キングオブコントだって、別に今年だけじゃないじゃないですか、準決、別に。 純決は4回行ってますね。ほら。行ってるけど、でも俺ら。ずっと回戦出てない。<laughs> <laughs> でも一回、一回出たよ。一回は。一、はい、回だね。<laughs> それはもちろん。うん。んえ、純決まで行くと、一回戦からでしょ。だから、一番最初は違う。あ、違う。2回戦から、そうですね。一番最初は俺ら、順々で落ちてる。はい,はいはい。順々、 1> が一回あって、はい、準決が四回あすごいよ。だから、一回、その二回は経験してる、一回戦。ただ、俺の計算としては、はい、もう組む前に、そうね、三年、三回目で決勝行ってる予定だったはい。だから、すっごい遅れてるんです、俺の中では。はい。でも、本当に、もう、キングオブコント出ないかもしれない。 マジでダメです。諦めるかもしれん。俺の計算からもだいぶ遅れてるから。いや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 逆に、純潔の常連って、その今の、新キングオブコントで、うん、純潔の常連ってエグいっすよ。新キングオブコントって何やっぱ2015以降じゃないですか。ああ、で、変わってるんだっけなんか、キングオブコントって。まあでも、赤坂ブリッツじゃなくなってからですかね、<ー>やっぱ。ー。最もしくは2日間やるようになってから。 うん、ああ、はいはいはい、はい。ですかね、僕が、シーンとか Q って勝手に思うの <laughs> あ,<ー>あ今14と15で分けたのは、うん、まあ14と15でまあルールががっつり変わってるっていうのと、うん、まあルールがっていうか、まあ、芸人審査員じゃなくなってるっていうのと、あ,あと14までは DVD があるけど、15以降は DVD がない <laughs> それは知らねえわ。14までは DVD があるああ、そうなんだ。はい うんとかですかいや僕、だからその、多分ん、純血で何回か、多分ん会場で見てるんですよ。うん。出ないとか言わないでください、その。純血何やってた俺ら。えっと、ベンチ座ってました。ああ、はいはい。去年ですよ、たぶん。去年ですよね。二日目だ。うん。うん。夜景クソになってた時だね。そんなこと別にちゃ去年の二日目、夜景クソになってるから。 去年の1日目が俺たちの中で一番強いネタだったの、はい、過去作ってきて、はい、一番盛り上がるネタが、はい、まあめちゃくちゃ滑ってこれはもうダメだってもう二人とももうやけくそモードになっててこれでも耳が立派なだけで別に滑ってはないんですよね <laughs> いやでも本当に会場との相性めちゃくちゃ悪くて、はい、もう奥の方の人は聞こえないみたいな文化センターと、うん、でそれがあったから、はい うん。うん。それ。工事やってるな。<laughs> そうなそう、うんいや、だから、いや、でも、その、すごいちゃんと、両党使いなんですから。うん、そうですよ、だって、その、ね二刀流出てるじゃないですか。出てないアンタウォッチマン。ああ、アンタウォッチマンのの。アンタチマンのネタやる方うで、うん、コントで出てるじゃん。漫才で。 いやでもあれは完全なバーターだから違うそのグレープカンパニーだからとかじゃない別に完全にバーターだよあれ違います割とやっぱサンドサンドさんの,<い>あの、ね、番組よくチェックしてれば<い>分かると思いますけどす一枠くらいやっぱバーターがあります、ね、違います出過ぎだからグレープの違いますじゃあグレープでネタ一番だあれって言われた時 TC さんが呼ばれるってことなんですけまあ一番というかね今、えー、ちょっと押したいみたいな ところなんじゃないそれはそうかもしれないね。だからだい、絶対いいじゃないですいや、絶対いいのかな <laughs> いい、ね、うん。試しにむっちゃでかいところで一回単独ライブやってみてください。すぐ埋まるんだから。いやだよ、単独ライブなんか。<laughs> やりたくて。<laughs> <laughs> ユーローライブでなんか、す,すんごいネタやってませんでした。ああ、えっと、わらうじさんかなわらうじさんか ?5 本ずつでし。5うん。本ずつ。だから、どっちも、 単独とかやりたくないって言ってる。まあ、ゴミは合わせ単独っすけど。<laughs> うん。合わせてなんかね、あのー、マネージャーが、よかったらやりませんかっていう感じで、やってる感じのライブだから。<laughs> 俺ね、うん、テアトロコント、出ましたよね。出てないと思うよ。出てないですかテアトロコントってあれだよない、30分くらいあるやつ。そう,そうです、そうで、ん、す。あ、じゃあどれで見たんだろう。でも、絶対ユーロライブで、 MDC さん見てユーロライブはちょいちょい出てはユーロライブでテアトルコントじゃなかったら何なんだろうそのわらふじさんとのやつは僕普通に行きたかったけど行けなかったやつなんです何で見たんだったかなユーロライブでも多分2本ぐらいやってるんですよユーロライブではいでその日になんかね一番確実に受けてるのにエンディングでなんかね2人ともちょっと暗くて 俺こんな気持ちのいい受け方会場割れるぐらい受けてる人たちがエンディングで滑った人みたいな顔して立ってるのが俺かっこいいと思ってたよ。だってエンディングみんなが盛り上がってんだったら一緒に頑張んなきゃ何すかしてんのぐらい受けてた、本当に。何分かんないけど、失その受けすぎて その、ひらで下手に滑ったら嫌だって考えたんじゃないの <laughs> 二人とも。ろくでもない。<laughs> すんごい良かったですよね。もう全然記憶にないけどね。ま、た何やってたかな <laughs> すんごい曖昧で、本当に申し訳ないです。でも絶対ユーロライブなんですよ。へ<ー>だからテアトルコントって多分、多分出てないから違い、ね、長いネタとかってあるんですか長いネタ長いってどんくらいまあ、まあ、10分から20分みたいな。ないね。 一番長くて何分らい ?7 分ぐらいですかなんかふざけてやってたら7分くらいいっちゃったとかなんじゃないだから YouTube にも上がってますよねそのああ確かにねあこれこんなやってたんだとかだから初出しとかは長くなっちゃったりとかするはい、はい、ねあとなんか坂本さんがなんか乗ってんのかそれは結構舞台所でアドリブやっちゃう全然やるよあの人だからその m の坂本さんがやるんですか え、俺はアドリブほとんど入れないからね。ああ<ー>、うん。あ、じゃあ、ドンテンさんが、ってなって笑ってる時って、あれは坂本さんがアドリブやって笑ってるんだ。だから、それの可能性は多いよ。僕は、ドンテンさんが、なんか普通、うん、笑いながらちょっと、ボケてんのかなって思います、うん。あ,あ違う違う。坂本さんが、必要以上にやってることは多い。<laughs> 必要以上だから、本当に M1 の3回戦も、あの、アドリブ入れてるから。3回戦でうん。 時間、まだ、傾向音なってねえから、つって、ぐだぐだやってったね。多分、もうちょい笑いあった方が安心なんだろうけど。<laughs> でもさ、やってることめちゃくちゃだったけどね。うん。でもそんな坂本さんがいいんすよまあまあ、あの、変なことはしないから。<laughs> はい。ニュアンス、俺が伝えたニュアンスを超えることまではあんまやらないし。うん。行く、うん、身体関係。 そ誰がきっかけでお笑い始めるんですかまあ覚えてないよそんなの。のお昔だろ。そんなこと言えないぞそんな大昔じゃないじゃないですか。NSC、なんで入ったんですかえなんで NSC 入ったんですかお笑いだったからじゃない、一番。<laughs> 一番お笑いといえばっていう、無知ゆえにだよね、だからだあまあでかいところに。そう 一番好きな芸人さんだけじゃ最後聞いてもいいですかえー、むずじゃあ単独ライブに客席で座ってみたいなっていう芸人さん、うん、あ単独ライブに単独ライブ客席で普通に座ってお客さん紛れて全然座って、うん、いたいなっていう芸人さん聞いてもいいですか そんなやついるかな僕がいっぱいいるんでちょっとまた変わってきちゃうんですけど<ー>僕まだ全然いくんでマジかええー、ネタ興味ないからなあまそうなんすねうん全然知らないもん俺人のネタ怒られるよたまに澤本さんに <laughs> あまりにも見なさすぎて <laughs> <前>結構なもう本当に、うん 絶対芸人やってたらミトがないとみたいな。えっと、まあ、昔の人は知ってるけど、うん、最近着出してるとか、ここ、うん、はもうみんな抑えてるよっていうところ俺結構見てなかったりするんだけど、うんまあ、それ言うとちょっと怒られる <laughs> で,もでもそういうネタ書きの人もいますから。<laughs> あ、そう。あの、ダイアンのユースケさんとかそうだった。えー、なんかラジオとか聞いてると。うーん,、うんうん。とにかく自分で、 っていう。これができる人はいいんです、別に。うんそんな中でありますか。単独ライブ見に行きたいの。はい。ええ、見たくねえなー。<laughs> なんで座るの嫌なんだよ。単独ネタでしょ。<laughs> じゃあなんか最近一番笑ったのなんですか。ええー。<laughs> そんな難しいこと聞いてないですよ、俺。 最近笑ったの最近一番笑ったんでのテレビとか見るでしょ別にテレビは押抑えるために見るけど抑えるためにあまあそうですね一応情,情報をね抑えるためへえー、テレビで笑うことはないね <laughs> あるんだって普通の人はふとふとあるんですよいやいやないって絶対ないって <laughs> 俺らへんの どこでないと思うよ。ふとありますって絶対。一個。テレビで笑う。え、もうじゃあですか赤ちゃんの動画とかそんなんすかあ、犬の動画とかそもうそっちの人だ。<laughs> 犬の動画見ちゃうな。じゃあもうあれ面白いなとか, <laughs> とか別にないって。あないないない。すげえ。あれ面白いな,な。面白そうなもんとは距離を期待。たい。でもそれぐらいやんなきゃ嫌いんだろうな。何もやってねえじゃねえかよ。 それぐらいって別に。何にもやってないよ。ただ長いことお笑い続けて、ちょっとお笑いと距離を置いただけの話。なんかど、生き様めっちゃかっこいいっすよ。いや、かっこよくないよ。だって確かに、あのー、すごい酔っ払ってる状態で声優のセルフレジ並んでる時は格好いいなっ,こよったと思いましたけど。<laughs> 顔真っ赤にしてな。顔真っ赤にして声優のセルフレジ。話かけんな、あんな時。<laughs> いや、ちょっとテンション上がっちゃいましたね、でも。ちょっとテンション上がっちゃいました。あと、飛んでさな、と思って。 ありやとめちゃめちゃいい話が聞けました。はい。じゃあ、終わります。えーうん、本日のゲスト、うんえー、TC コレクション、どんでんさんでした。ありがとうございました。